皆さんこんにちは。ファッション雑誌キチレモンの専属モデルだった大沢あかねさん、当時は同志モデルだった蒼井優さんや長澤まさみさんよりも人気者でした。そんなアイドル待ち道まっしぐらだった大沢あかねさんは、昼ドラのドレミソラや朝ドラのてるてる家族に出演後、平成4年に映画青い夏でいきなりの主役を演じました。元日本ハムファイターズ監督の大沢啓二さんを祖父に持つことも売りで、バラエティ番組にも引っ張りだこで、天才テレビくん、おはスタ、踊るさんま御殿などでも目立つ存在でした。今回はそんな大沢あかねさんの性事情や整形、子供、離婚などについて紹介していきます。大沢あかねさんは夫がお笑い芸人で、10年の結婚生活の間に3人もの子供に恵まれており、バラエティ番組では夫婦生活についてしょっちゅう突っ込まれています。そんな大沢あかねさん自身が明け透けに語る夫婦愛はとても微笑ましいものですが、母性あふれる女性がタイプだと思っている男性にどうしても妄想をさせてしまいがちです。劇団ひとりさんとの初キスについては、しっかりとシナリオを描いて計画的に押し倒し、自分の方から彼の唇を奪ったと明けっぴろげにダウンタウンので告白しました。結婚まで至った2人ですが、初めてクイズヘキサゴンで共演者として出会った時の劇団ひとりさんの第一印象は意外に悪かったんだそうです。そして大沢あかねさんと劇団ひとりさんが再会したのは、ガレッジセールの川田さんが開いたプライベートな鍋パーティー。この時の劇団ひとりさんは大沢あかねさんにとても優しかったらしく、大沢あかねさんの方がすっかり恋に落ちてしまったといいます。その後、大沢あかねさんの方から積極的に誘って矢櫃峠へドライブに出かけた初デート。劇団ひとりさんとキスをしたかった大沢あかねさんは、峠から夜景を見ている時にわざと携帯電話を落とし、劇団ひとりさんに探させている隙を狙って強引に唇を盗んだんだそうです。また大沢あかねさんのセックステクニックについては、過去に深夜番組美しき青木ドナウで熊田曜子さんが、自分の彼氏が風俗に行っていたことが分かったらどうするという話題になった時、熊田曜子さんらが大沢あかねさんに向かって、あかねちゃんはぴょんぴょん飛び跳ねるようにするから大丈夫だもんねと赤裸々にぶっちゃけていました。そんな大沢あかねさんが色恋沙汰で週刊誌に過去に報道されたのは2回ありました。1度目はお笑い芸人の山本圭一さんとの熱愛報道。その頃、ロンブーの田村敦さんは山本圭一さんを師匠と崇めており、敦さんが山本さんに大沢あかねさんを紹介することになったそうです。その後、山本軍団のハワイ旅行に大沢あかねさんも同行した事実も暴かれました。山本圭一さんとの関係が表沙汰になった時、大沢あかねさんは尊敬する兄のような存在と言い訳をして熱愛報道を否定しています。2度目は元吉本興業の稼ぎ頭だったお笑い芸人の島田紳助さん、大沢あかねさんも出演していたテレビ番組クイズヘキサゴンの出演タレントは全て島田紳助さんのお気に入りで固められていたようです。女性タレントにおいては夜の接待もさせられていた噂もあります。大沢あかねさんは劇団ひとりさんとの交際が深まる前まできっちりとレギュラー出演を続けており、紳助さんから番組を盛り上げる指導だけでなく、私生活での肉体的なコミュニケーションの指導を受けていないはずがないというのがもっぱらの噂となっています。そんな大沢あかねさんは冒頭でも触れましたが、2009年お笑い芸人の劇団ひとりさんと結婚しており、結婚後は家庭と仕事を両立させて好感度の高いタレントとして活躍をしています。また結婚後すぐにお子様に恵まれ、現在3人のお子様がいます。2010年9月第一子誕生長女、2016年7月第二子誕生長男、2019年3月第三子誕生次女。過去に子供は3人くらい欲しいと話していた大沢あかねさん、子供の顔画像や学校などの情報はほとんど非公開でした。大沢あかねさんの子供は公立小学校に通っている可能性があると考えられます。理由は入学式情報がないこと、
学校情報が一切ないこと、ママ友の子供が公立であることです。詳細は公開されていませんが、辻のぞみさんのインタビュー記事に公立小学校に通っていたことを伺わせるような発言があったことからも、可能性は高いのかもしれません。見事に3人授かって順風満帆な結婚生活を送っていました。ですが、そんな2人には離婚の噂があり、そのエピソードが5つありました。1つ目は第1子妊娠中の大喧嘩です。大沢あかねさんが第1子妊娠中、つわりがひどく体調が優れなかった時、劇団ひとりさんは大沢あかねさんの体調を気遣うことなく、ちょっと飲みに行ってくるからと出かけてしまったそうです。もう帰ってくんなと激しい喧嘩になったとか。このエピソードは2023年のテレビ番組内で発言しています。第一子が生まれたのが2010年ですから、14年近く忘れられない出来事として記憶しているのが分かりますね。妊娠は女性に負担がかかってくるので、せめて思いやりのある行動をしてほしいと思うのは自然なことです。そんな時に身軽に出かけられたら怒るのも無理はありません。2つ目は劇団ひとりさんが自分の時間を優先していることです。2012年、ひとりさんはキャンピングカーを購入したそうです。ご家族がいる家庭がキャンピングカーを買ったと聞いたら、家族でキャンプに行ったり気兼ねなく出かけたりするためかなと思いますよね。でも大沢さんの話では、あくまでもひとりさんが一人で使う目的のものだと言っています。その2年後にはトレーラーハウスまで購入し、それも一人用だとか。駐車している場所も家から離れており、執筆活動と言いながら大人っぽい映像を楽しんでいるそうです。お正月も一人トレーラーハウスで過ごしていたこともあるそうで、大人っぽい映像はさておき、お子様がまだ手のかかる時期に何時間もそこにかごこもられたら良い気がしないのは確かです。3つ目はお給料への不満です。現在大沢あかねさんは劇団ひとりさんが経営する会社に社員として所属しています。お金の管理は劇団ひとりさんが担当しているらしく、ある時大沢あかねさんが最近頑張ってお仕事をしているから給料を上げてほしいと交渉したところ、ふざけんなと言われてしまったそうです。大沢あかねさんはかなり稼いでいると思いますが、昇給を申し出るということはもっと自分の自由になるお金が必要ということでしょうか。4つ目は美のカリスマは離婚しがちという点です。大沢あかねさんはここ最近とても綺麗になったと評判です。過去にも離婚してしまった美のカリスマとしてめぐみさんが挙げられます。めぐみさんは今や美容本を出したり、 YouTube でも美容の情報を発信したりと、まさに美のカリスマです。また大沢あかねさんはプライベートでよく吉瀬美智子さんや長谷川京子さんと会っているそうで、吉瀬さんはモデルとして活躍していますし、その美貌から幅広い年齢の女性から絶大な人気を誇っています。長谷川さんもモデルとして活躍し、ファッションや美容について多くのファンがついています。そしてこの2人も2021年に離婚をしています。そのことから、もしかして離婚経験者の2人にアドバイスを聞いているのではと噂が上がったようでした。また大沢あかねさん、劇団ひとりさんの夜の一人行為に関して暴露したことがあります。テレビ記者は番組では出演者たちが家族での休日の過ごし方についてトークを展開、その際キャンプの話題になると、大沢はキャンピングカー買ったんだけどキャンプ全然行かないと、車を購入してもほぼ利用していないと明かしました。ただ大沢によると、夫の劇団ひとりはよく車にこもっているそうで、大人っぽいビデオをそこで見るっていうと、キャンピングカーの意外な使い道を暴露。一人本人は仕事してくるわと言って車に行くそうですが、大沢は夜の趣味を把握しているようですと明かしていました。そしてこの大沢あかねさんの告白にネットでは、そっちも一人かよ、あかねの巨大バストがあるのに大人ビデオか、あんじゃ渡辺にもキャンピングカーがあればと反響を呼んでいました。離婚の噂の理由にもあったように、車で自分の世界を楽しんでいる劇団ひとりさんはキャンピングカー内にハイテクな円アイテムも揃えているようで、このようなことから大沢あかねさんとは現在レス状態が続いているのかもしれません。
そんな大沢あかねさんは整形の噂もあります。しかしながら大沢あかねさんは自身の SNS などで整形を公言していません。昔の写真と比べてみると雰囲気が変わっていることがわかります。大沢あかねさんの顔が変わったのが美容整形だと仮定すると、歯列矯正、目頭切開、目尻切開、涙袋形成、糸リフト、エラボトックスの4つが考えられます。ただ整形以外でしたら本人の努力で可愛くなった、メイク変えた、写真の角度がそう見えるだけの理由が考えられます。ですがご本人は公表されていませんので、はっきりしたことは分かりません。歯列矯正は確実にされていますので、その影響と本人の努力でさらに可愛く見えているのかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回はそんな大沢あかねさんの性事情や整形、子供、離婚などについて紹介していきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。